ようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは大阪市住吉区浄土宗願生寺住職、大河内大博さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。やっぱ超個人的なことから始めるって大事ですよね。で、その、そうなんですよ。よく、まあ私も仕事柄というか住職塾とか関わっているので、その事例を知りたいです、成功事例を教えてくださいっていう話がたくさんあって、まあとか、あるいはじゃあその私の、所属寺で言うと、東京の神谷町の光明寺というお寺で、お寺カフェっていうものがあって、まあそこで例えばお寺の朝掃除の会をやって、こんな風にやってますとかいう話をすると、いや、まあそれはでも東京のお寺さんだからできることじゃないですか、みたいな話とかですね。はいはいはい。うん。いや、うちの田舎じゃ無理だなとか、で、まあそういうことに対して私は、まあ、その通りですと。はいはい。うん、だって、私が喋ってることは、こういう成功事例があるからみんなやりましょうって話じゃなくて、それぞれのお寺にそれぞれの個性があって、ストーリーがあって、まあ、あるいはカルマがあって、じゃあ、そういう中にあるお寺として必然的に、できること、やるべきこと、立ち上がってくることってなんだろうっていうことの、ここのお寺の現れとしてはこうでしたっていう話だから、ね、じゃあ、あなた自身の、あるいはそのあなたのお寺自身のそのストーリーとか、ここでしかできないこと、ここでしか立ち上がってこないようなことが、をいかに、こう、見出していって流れを作るかっていうことですよっていう話ですよね。だから、コンテンツの話じゃなくて、カルマの話なんですよね。カルマ、そうですね。僕、カルマって言葉をこれまで使ったことないです。はい、まあちょっと雑な使い方ですけど。いや、確かにそういうことですよ。うん、なんか、まあ、僕、いろんな、まあ、松本さんもきっとそうなんだろうなと思うんですけども、なんか、やろうとしたときに、こう、NG というか、なんかこういう、課題っていうのは、その社会にある課題ではなくて、お寺の広さとか、立地とか、それこそ都会にあるんだったらできるけども、都会じゃないしっていうのもある意味、こう、課題じゃないですか、そこの、まあ持ってる。まあ、そういうところ、だからこそ、こういうことができるんじゃないかっていう、その、なんかマイナスからスタートするみたいなところが、僕はすごく、いろんな結果としていいものができていくっていう、まあ、なんかな、肌感覚があって、それでいくと、まあ、カルマっていう意味では、なんかもう背負わされちゃったみたいなことを、なんか逆手にとって、だったらそれをこう、巴投げぐらいな感じで、する発想で、それぞれのお寺さんであったり、プレイヤーとしての住職さんや、地蔵さんが、自分のお寺で、やりたいこととか、できることとか、この人のために、っていうような、極めてそれもやっぱり個人的な、個別的なものですよね。うん、社会のためとか、なんか仏教のためとか、なんか、こう、まあ、浄土宗では共生共生きっていうのは、共生きのためっていうようなことを言う、ではなくてというか、まあ、そこを大事にしながら、このおばあちゃんのとか、このおじいちゃんのとか、この自分のためみたいな風なことを、なんかこう、エネルギーにしていく。
そうですね。結局、なんか結局それの積み重ねをできているお寺さんとか、ね、あの、お坊さんは、やっぱりどん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 と、やっぱりその時のニーズに合ったものをですね、やってらっしゃるように思うし、コンテンツをやっぱり追いかけていく人は、すごく真面目ですごく勉強熱心なんだけども、やっぱりこう、一歩を踏み出せないっていうようなところで、こう、やっぱり自分のお寺はこうだからとか、ああだからとか、大河内はとか松本さんはああだからみたいな感じの、こう、なんかできないもの探しをこうしちゃうみたいなことがあって、うん、まあ何事もね、世の中のいろんなスタートアップもきっと同じ構造だと思うんですけれども、もう少しね、そういったところが、なんか、業界の中でも変化していけば、もっともっと面白いお寺がたくさんね、出てくるんだろうなと思うんで。そうですね。うん、あのサンガっていうのはまあ一つの言い方で言えばカルマシェアリングコミュニティみたいなものなんじゃないかなと思って、はいはいはい、そのまあみんなそれぞれデコボコしていてなんか、うんうん、課題も抱えていてでもそれがあ私もそうなんだよねっていうところから。うんうんうんあそうそう、私もそれ困ってたみたいな。それ辛いんだよねっていうことから、やっぱ立ち上がってくるものがあるんだと思うんですよね。だから、なんか世の中的にこういうことが課題なんじゃないかとかっていう、そのよりも、まずはそれこそ、本当まあ住職なら住職自身の自分の傷とか、そこからこの指とまれをしていくっていうんですかね。ようなものこそが、うん、見たいですね。お寺から立ち上がってくるものとしては。いや、本当そうですね。なんか、そこで行くと、実はまあ僕自身もまだ、なんていうのかな、道半ばというか修行の身なんですけれども、仕事、職業、住職ですとか、職業、僧侶です。じゃなくて、きっと、生き方僧侶です。生き様僧侶です。っていうふうに、なんか、言って死んでいけるっていうのが多分、もう、自分も、個人にとっての、この人生幸せだったなって思えるところの、なんて言うんでしょうね。なんか、評価軸だっていうふうに思っていて、うん、で、それはなんか、まだ僕の中では、まあ、生き方僧侶ですとか生き様住職ですみたいな風にはとてもじゃないけど言えないところがこうまだあるのでそういった意味でまだ修行中なんですけどもでこういうような表現をこう教えてもらったのは実は看護師さんと付き合うというかその交流する中で、うん、まあ、私スピリチュアルまだこれ今日のここの段階まではお話できてませんけどもスピリチュアルケアというケアの、まあ、実践をしてきながらスピリチュアルケアの専門家になっていく養成プログラムに長く関わらせていただいてきて、うん、で割とスピリチュアルケアを実践したいっていう方の中に看護師さん多いんですね。普段ね当然のことながら普段病気に苦しんでいらっしゃったりそれこそホスピスなんかに勤めていらっしゃる看護師さんたっていうのはやっぱりこう看護だけではなかなかこう限界がある中で。まあもう少し奥深い心の交流っていうようなところのケアができたらっていうことでスピリチュアルケアを学びに来られるんですけれども、うん、でそういった看護師さん、多くの看護師さんたちと交流させていただいていて、で、いろいろとやっぱその方がなぜ看護師やってるのとか、なぜスピリチュアルケアを学びたいのとか、どうしてそこまで患者さんに関わりたいの、家族さんに関わりたいのっていうようなことを、まあ、こうグループワークなんかですごく深い話をこうしていく。ですけども、そうするともうね、看護師は職業じゃなくて、もうこの人の生き様そのものだな、みたいな人としばしば出会うんですね。うん、それはもうなんていうのかな、こう、もう寝ても覚めても看護師っていうような、まあそういうこう、ワーカホリック的なことではなくて、はい、本当にこう、なんか、生き方、生き様が、
看護師で、もう。看護師という生物である。そうですね。で、ナース服はもうなんか着てるというよりかはもう入れ墨で、振り込みましたみたいな方とも時々出会ってて、いや、そりゃしんどいでしょみたいな時ももちろんあるわけですけども、うん、まあそういった方とこう、なんか、で、やっぱりこう、本当に命とこう真正面から向き合いながら、自分の無力さともね、向き合いつつ、ワーキャーワーキャー言いながら、過ごし、まあ生きていらっしゃるみたいな方をこう見たときに、本来お坊さんってまさにこういう存在でなきゃいけないんじゃないかなっていうのをこう逆に教えられたみたいな感覚があって、うん、そう思ったときに、生き方僧侶ですとか、生き様住職ですみたいな風に言えたら、かっこいいだろうなっていうのもあるし、まあきっと多分それって自分で言うか言わないかみたいな、問いの立て方では、まあ、多分到達できなくて、旗から見たときに、うん、あの人生き方が住職だねとか、さっきまさに私が看護師さんを見たとき、その看護師さんを見たときに、あなたは本当に生き方、生き様が看護師だねっていうような、まあ、なんか生活というんでしょうかね、ができることがきっと僕の一つのこう、迷いながら思春期を経て、これまでお話しさせてもらってきたような中で、今、一応住職になって、あれこれやっている中の、もう少し先の目標というんでしょうかね。そういうふうなもんだなっていうようなことを思ってて。うん、なんかそれも含めて、もう極めて個人的、個別的、個別具体的な話なんですが、うん、もうやっぱりそこに行き着くんですけどもね。うんスピリチュアルケアについてちょっとね、聞かせていただけたら嬉しいかもです。ええ。どっから話しましょうかね。スピリチュアルケアとはっていうふうに、こう、定義づけることってなかなかこう、まだまだ難しいんですけれども、まあ、日本では特にスピリチュアルって言葉ってかなりこう幅広く、うん、まあというとカタカナのスピリチュアルと、ね、そうですね。でむしろ私が実践しているスピリチュアルケアでいうスピリチュアルと世間一般的なスピリチュアルというのにはだいぶこう幅があるというかですね、うんうんうん、一般的な中で言えばパワースポットとかちょっとオーラとか、もしかしたらちょっとオカルトにも近いものも含むかも分からないんですけども、ケアの現場、特に医療現場でのスピリチュアルケアって言った時には、そういったものっていうのは、まあ、ほぼほぼ範疇にはなくて、うん、まあ、あくまでも、その、まあ、亡くならんとしている方であったり、病と戦っていらっしゃる方、その方が、それこそこれまで私がお話しさせてもらったように自分の人生のこう生き方とか生き様とか、うん、これまで大切にしてきたことで、順風満帆に行ってたらさして問題にはならなかったけれども病気大切な人を失うとか、まあ、いわゆる人生の危機に直面した時にこれまでの価値観とか信念とかでは、通用しなくなってしまったときに、もう一度、出来事は変えられないので、出来事は変えられないことに出会っちゃった自分が、どんな風にその出来事 を受け入れていこうとするかとか、向き合っていこうとするかっていうときに、やっぱり自分を振り返ったり、自分の人生の中の大切なものの順番を入れ替えたりする、みたいなことを私たちはするわけですよね。そのプロセスに、まあ、寄り添って、まあ、時折対話をしながら、一緒に泣いたり笑ったりしながら、あ、そういうことよねっていうような気づきを共にこう見つけていくっていうような作業を一緒にするっていう、まあ、のがスピリチュアルケアと、まあ、されていて。うんうんうん、で、まあそれは必ずしもお坊さんとか宗教者に、だけができるものではなくて、
先ほど言った通り看護師さんたちでそういった勉強してる方もいらっしゃいます、うん、あのもっと言うと隣のおばちゃんとかね、あの近所の おばちゃんが何気なく話しかけてくれたりとか背中をさすってくれたりっていう中にもそういうケアっていうのは内在されてるので、うんうん、なんか特別なものではもちろんないんですけれども、ただ病院とかね、そういうこう医療現場でやっていこうという点ではいろんな専門性が必要になってくるので、まあ教育プログラムを受けて認定を受けてみたいな制度も今日本の中でも思っているっていうところがあるんですけども、うん、やっぱ人生の危機って言った時に、うんうんうん、そのまあ自分自身の大病とかもそうでしょうし、あるいはこう近しい人の、うんうん、死、うんうんうん、というその、まあ、いずれにしても死というテーマが非常にやっぱりあの関わる場面が多いからこそ、じゃあそのスピリチュアルケアっていう領域に看護師さんであったりその医療、しかもあの医療の人たちはあの、まあ、少なくともこれまでかつての医療であれば、まあ、生かすことがゴールなので、うんはいはい、その、まあ、敗北としての死というか、うん、そういうものも、まあ、まだまだ色濃くある中で、それをどうやって取り扱ったらいいんだろうっていうようなことから、やっぱり、あの、入ってこられる方が多いんですかね。そうですね。で、かつ、まあ、やっぱ看護師とかドクターとかもそうですし、あらゆることが、まあ、専門家っていうのはそうだと思うんですけども、何かを施すっていうところが専門性を持つじゃないですか。うん、薬を処方するもそうだし、うん、病気を見つけるってこともそうだし、うん、それに対して、方法を提示するとか。でそういうふうな、こう、問題を解決していくことの、科学の積み重ねの上に専門性って成り立ってると思うんですけども、うん、このスピリチュアルな問いって言われるような、なんで自分がこんな目に遭わなきゃいけないんだとか、なんで私の妻がとか、なんで私の子供がとか、なんで自分の人生ばっかりみたいなものっていうのは、まあ、例えばそれでね、仏教ではこういう教えがありますとか、お釈迦さんにはこういう言葉がありますみたいなこととかが、こう、と出会って、で解決していくものももちろんあるわけですけれども、それも含めて結局のところその人が自分で解決していく、自分で見つけていく、自分で気づいていくっていう以外に方法ないわけですよね、うん、と。なんかで、あ、人生こんなもんかっていうような達観もあるだろうし、受け入れられないという選択もあるかもしれないし、これにはこれで意味があったんだっていうふうに意味づけていくところもあるかもしれないし。で、いずれにしてもそれって全部、やっぱりこう、doing として他者が何かできるってことではなくて、あくまでもこう、伴走していくであったり、まあ寄り添うんですけども、うん、共にこう歩んでいくっていう、まあそういうことでしかこう、成立し得ないんですよね。うん、で、この伴走ってでなかなか体力がいる、うん、つまり手を貸してあげた方が、そうですね、いろんな意味でこう自分もやってる、気が楽ですよね。気が楽なんですよ、うん、それがこう癒すではなく癒えるですもんね。そうなんですよ、うん、待つですね。待つともそうだし、先もちょっとなんかこの先に光があるのかどうかもわかんないっていう中で、うん、信じきれるかどうかみたいなことも伴走する側には問われるし、そうした意味、そうした場面で寄り添うって言った時にまあ僕はよく足腰体力って言い方するんだけど、足腰体力、何かを学んで、うん、知識をアップデートしたりとか、技術を持ったりっていうスキルではなくて、やっぱりもう自分自身が、平たく言えば逃げないとか、うん、この人を見捨てないでいられるだろうかみたいなことが、もうなんか、自然と問われるわけですよね。うん、その時に、踏ん張れるかどうかっていう足腰体力っていうことが、
スピリチュアルケアの一番本質的なものだと僕は思っていて、でそれはやっぱりね、一人一人の生き方、生き様なんですよねと、だし、あなたが目の前の人をどんな風に受け止めてるのっていう、あなたの人生観とか人間観とか世界観とかっていうことになっていったりするので、なんかそれをまあお坊さんに当てはめれば、世上の苦しみに目を背けるんですかっていうようなことで、なんか一緒にこう対話できるかもわからないですけども、一般の方からすればなかなかそういうふうな大きな文脈ではなくて、看護師なら看護師っていう、こう、職業に就いたその人のやっぱりストーリーっていうのがあったりするので、うん、その中で、あなたがスピリチュアルケアを学ぼうとしている、その動機は何なのとか、うん、やる覚悟って何なのとか、いや、ごめん、でもやっぱり私は逃げちゃう、みたいな、あなたも、こう、それは逃げるよね、みたいなのに励まし合ったりとか、いうようなことで、こう、対話をしていくみたいなのがスピリチュアルケアの領域の中ではあって、それはこう本当に伴走するしかできないんですけど、伴走ほど大変なことはないっていう、気がするんですよね。うん、はい、ありがとうございます。はい、いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼、いってらっしゃい。
したら献身じす光線を頂戴せがこういう本願力へこう
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。